いろんな曲やるんで持ち替えが大変なんですね。持ち替えのことを考えないで曲順を決めると大変なことになる。このコーナーの雰囲気の、使ってみたマカフェリといって、なんていうんですか、ジプシージャズみたいなのだとジャンゴ・ライハルトとか、ああいうタイプ の時に使われるギターなんですが、このギターの特性を生かしてノリノリのスイングゴローっていう曲をやりたいと思います。